これはちょっとね、あの危険な2点と判断しますね。はい、さあ改めてこれ初めて中継にご覧になる方もいると思うので、今池とそして集団さあ2周目を終えて3周目に入ったものですが、で改めてこのなぜこの池というのがちょっと切り方を教えていただけますか。はい、あのこういう、まあ、ロードレースなんですけども、基本的には大集団からはまず飛び出し、このアタックですね、はい、アタックを行うことでレース の, この形、主導権を握るチームというのが、まあ、生まれるかどうかというのがこの序盤の候補になります。はい、まあ、あのずっとこのアタックが繰り返されて、しかしそれが容認されるんですね。ずっと、まあ、ある人が止まりのままゴールに向かうレースもあるんですけども、まあ、一旦こういった腕が容認されてからレースを作り直すということがあるんですけども、2番バスト選手はこれ、そうですね、集団の前に出ましたね。はい、こっち構えに行ったのはなんとバスト本人。そうですね、やはりまあ、ビクリバスは先頭入ってませんよね。はい、先ほど、まあ、宇都宮ブリッジの福原選手が追走を仕掛けて、で、あの、一回その追走をやめたところでですね、反対側からビクリバスが上がってきて。